どうも、ドズルです。はい、ということで本日もこちらツボ男やっていきたいと思います。2日前にね、パソコンのマウスがぶっ壊れてしまってプレイできなかったんですが、3日ぶりぐらいかな、今日もやっていきたいと思います。新しいマウスを購入したんですが、今回ね、ワイヤレスマウスですごい軽くて操作がしやすいね、あのマウスを購入いたしました。ただ若干ね、ここに来るのも苦戦したんですけど、軽すぎて操作がしやすすぎて、ハンマーがね、勢い余ってどっか行っちゃったりするんですよね。まあ、そこちょっとね、慎重に今日はプレイしていきたいと思います。さあ、ということで今日も崖を登っていきましょう。このツボ男シリーズ、24時間以内にね、1万再生いかなければシリーズ打ち切りになるので、ぜひ友達におすすめしてくださいねと。おいしょ。あれ、ちょ待って、なんで今、今なんかカクつかなかった？嘘でしょ、マジで。マジかよ。よし、ここまで来れば、崖まであと少し。結構ね、新しいマウスの操作性が今回は肝になりそうですね。新しいマウスを攻略せよっていう動画になるかもしれない。おいしょ。よっしゃ、オッケー。ここを油断しないようにしないと、地味にね、この穴に落ちやすいんですよね。こう下が穴になってるんで、穴っていうか、底が抜けてるんで、ここは慎重に行きたい。おいしょ。ここ数日ずっと崖攻略ばっかりだから、おーったぶねー、よいしょっと、オッケー。最近ここ崖攻略ばっかりなんで、もうちょっとそろそろね、ここ抜け出したいんだけど、マウスのトラブルとかありつつね、まあでも少しずつ上達してると思いますよ。うん、今日も頑張っていきましょう。さっきの垂直飛びミスっちゃったからな、ここマジで慎重に行きたい。マジで慎重に行こう。ギリギリでちゃんとこう乗せて、ちょっと怖いな、怖いな、怖いな。怖い、怖い、怖い、怖い。これで落ちたらシャレにならんからね。おいしょ。ちゃんと調整しつつ、真上じゃ、はまった！怖え！危ねえ！怖い、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 怖い。なんか真上ジャンプが全然うまくできないんだけど、なんで？真上ジャンプしようと思ったら、右上にジャンプしちゃってるよね。おいしょ、あら、ほら。右上ジャンプになっちゃう。マジで？ちょ、待ってよ。まっすぐ垂直飛びが、まっすぐ垂直飛びができない体、ああ、怖い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 。まっすぐ垂直飛びができない体になってしまった。笑い事じゃない。真剣に行こう、真剣に。行くよ。集中して。まっすぐだよ、まっすぐ。おいしょ。ああ、自分で押し出してしまった。マジか。ああ、ちょ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 、危ね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 。あー、今自分で押し出しちゃったな、確実に。あるあるなんだよな、マジで。ツボ男あるある。さあ、ここまでやってまいりました。いやー、ちょっとね、マウス新しくして、これ言い訳じゃないんですよ。言い訳じゃないんですけど、本当に操作性が違ってて、もうね、動画を撮影開始してから1時間が経過しました。全然ダメだな。初歩的な動きができなかったりなってる。まあ、ちょっとね、でもそれを言い訳、マウスを言い訳にしてても、いつまで経っても始まらないんで、今日はもう絶対ここ攻略しますよ。垂直飛びがマジできなくなってるからな、恐ろしいわ。本当にこの先思いやられますね。さあ、ここちょっとポジション整えようか。一旦まっすぐ、まっすぐにポジション整えて、さあ、ツボポジね。うん、ツボポジ整えて、おいしょ。あっと、危ねえ。怖い、怖い、怖い、怖い。さっきと同じとこになると。え、なんで？なんか右上に飛んでるわ、私。なんかね、右上に飛んじゃってる気するんですよね、さっきからずっと。いくよ。真上だよ、真上。おいしょ。あー、マスターだ。なんでだろう、なに、なに、あ、しかもハマった。なに、ここハマっちゃった、ハマっちゃった。ちょっとどうすればいいのこれ。なんかね、あれで、あ、落ちた。あれですわ、ジャンプが足りないっていうよりは、なんか岩に、岩の方向に向かってジャンプしちゃってる気がするね。マジか。ちょっと集中していこう。ちょっと1段目のね、攻略ができてない。できてない状態なんで、練習しよう。飛ぶ、垂直に飛んで、左上にかける。飛ぶ、かける。オッケーオッケー。飛ぶ、かけるのも単純作業ですからね。垂直飛びして、飛ぶ、かける。オッケーオッケーオッケー。もうこれだけですから。これをみかん台の上、あった、やばい、やばい、あ、ちょっと待って、もう、なんでだよ。なんでだよ。まあでも、スポーツでもね、そうですよね。スポーツでもさ、こうシューズとかグローブとか変えたときは、その初日はやっぱうまくいか、あっと、危ねえ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 。おー、怖え。怖え、マジでもう。あー。
やばいやばいやばい、落ちたくない落ちたくない落ちたくない、あーっと、ゆっくりこうゆっくり、よし、ここまで来れば乗せるだけ、オッケー。いや危ない危ない危ない。そうスポーツとかもそうですよね、身につけてるシューズとかこうスポーツ道具変わると、そう危ねえ、もうなんで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 、変わるとやっぱこう違うじゃないですか。このツボとかもやっぱそうなんですよね。マウスが変わるとその分やっぱそのマウスで練習しないと思い通りには動かせませんよ、そりゃ。よっしゃ、今日はもうあの新しいマウスを攻略してちゃんと自分のものにするわむっちゃかっこいいこと言って、かっこいいっぽいこと言ってるけど、あーっと危ねえ危ねえ危ねえ、これ大丈夫、おいしょ、やばいやばい、やばい、死ぬ、死にたくない、まだ死にたくない、オッケー、危ねえ危ねえ、今死ぬとこだった危ねえ危ねえ危ねえ、よし、ここからちょ一回ね、一回落ち着きましょう。いやーもう1段目が攻略できてないからな、今日。2段目、3段目は正直、もうね、大丈夫なんですよ。だから、1段目ちゃんといければ、あと勝負は4段目だと思うんで、よし、一旦落ち着いて、こっから参りたいと思います。さっきここで練習したら落ちちゃったからな。よし、もう精神統一、精神統一でいこう。よし、垂直飛びでかける。こうやっぱね、何事も、健康もそうだけど、いつもね、当たり前のようにできてることが、やっぱりね、幸せだと思う。行くぜ、行くぜ。垂直飛びからの、かける。ほ、オッケー、来たー、来たー、もう全クリした気分。全クリした気分です、今日は。いやいや、でもね、ちょっと、こっから進んでいこう。もう、この前、この上まで行けたから、俺ならできる。行くぜ。おいしょ。1段目、2段目までは、これはね、かけて登るだけと。3段目も、かけて、ゆっくり滑らないように登れば大丈夫。ここも大丈夫。落ち着けば大丈夫。あっと、怖え、マジで。あそこね、滑るとき滑るんだよな、マジで。奇跡的に1段目に引っかかった。おいしょ。オッケー。いやー、ここどれぐらいみんな苦戦するもんだろう。マジでね、私無理っすわ、ここほんと。いきます。ちょっと一旦もうちょい近寄ろうか。ここもギリギリまで近寄って着地して、あ、着地じゃない、着つぼして、さあ、そして乗せる。ちゃんとハンマーとの接地面を考えながら、そっちの方向に向かって、おいしょ、オッケー、来た、よし、完璧完璧でござる。さあ、ラストが一番難しい。おいしょ、着つぼして、さあ、行きます。ここだって一見もう行けなさそうですもんね、この角度。行くぜ。これコツはハンマーの方向に体を引き寄せることなんですよ。ちゃんとハンマーに向けて体を動かしていける。おいしょ、あー、惜しい。危ない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 。興奮すんな、興奮すんな。あそこで興奮してね、ブン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 ってハンマーを振っちゃったら、相手の思うツボだから。うん、ツボだけに。ごめんなさい、なんでもないです。さあ、ここでハンマーをかけて、ゆっくりいくよ。まずはハンマーの方向に体を寄せる。あ、危ねえ。ハンマーをかける。ハンマーの方向に体を寄せる。寄せるときにね、右下に重心をちょっとかける。よし、いい。おっけ、あー、惜しい惜しい、危ない危ない。やば、これぞツボ男。よし、一回ちょっと、小休憩。一回ここで寄せて、どれぐらいこれの難しさが伝わってるかだよな、視聴者さんに。マジでむずいっすよ、これ、ほんと。よし。ここででもね、落ちちゃったら、今までの努力、水の泡だから、しっかり寄せて、もうちょいかな。もうちょい寄せれるね。おいしょ。難しいんだよな、なんか。オッケーオッケーオッケー、完璧。
ベスポジ来た、ベスポジ。さあ、こっからかけて体を寄せて、前よりはね滑らなくなってるんですよ。コツは掴んでるんですよ。おっと、うっぷす。いや、慎重にいこう。ベストコンディション、ベストポジションからの引っ掛けは大事。よし、落ち着け。崖は逃げない。よし、オッケー。止まるんじゃねえぞ。いい。よし、オッケー。来た。よし、ここで垂直飛び。オッケー。やばい。ああ、もう嫌だ。壺から逃げます。